はい、これちょっと僕すごいの見つけたんですけど。何？ミスティネームデッドア菩薩来ましたよ。あれ待って、はい、あれそうか、うん、デッドア菩薩、あ、男子ですねこれ。はい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 。ヒロタンユータン、コンバミスティ。コンバミスティ。先月地元の中学校で教育実習をしてきました。ほう。普段中学生と接する機会はほとんどないので良い経験になりました。ほう。そんなある日、うん、1年生の女子生徒数人のおしゃべりに耳を傾けていると、うん、カジ君の声が好きという話題で盛り上がっていました。お、いても立ってもいられず思わず、先生もカジ君の声好きだよと会話に混ざると、先生 PL なの？とあらぬ誤解を招きそうになりました。ラジオミスティも毎週聞いているらしく、ミスティの話題で一気に女子生徒とも距離を縮めることができました。おお、ヒロタンユータン、話題提供ありがとうございます。ではのし。ああ、なんか前にもそんなのあったね。あった？なんか、教育実習ではなかったけど、うん、ああ、まあそれはあったね。そのミスティがきっかけでっていうのね、結構ありますけど。あったね。これすごいですね、教育実習行ってそこの女子生徒数人が。これ完全にミスティ貢献しましたね、この。そうね。デッドア菩薩の。ていうか、その学校ではどれぐらい、あれなんだろうね、浸透してるのかね。ミスティ？ミスティ。その学校では、うん、学校単位で？学校単位で。でも、すごいですね。とりあえずその1年生のそのクラスの中にはミスティリスナーが数人はいたってことですね。そうだね。ありがたいですね。すごいね。これからもデッドア菩薩。菩薩道頑張ってください。そうだね、いい菩薩になってください。死ぬか菩薩になるかのどっちかしかねっつうのがすごいよな。教育実習しても無駄ですねこれ、うん、先生にはなるルートないですから。そうだね。まあでもほら、先生からあのクラスチェンジとかあるかもしんねえじゃん。あ、そう、なるほど。先生からどん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 クラスアップして、そうそう、してって、あ、結果菩薩っていう。死ぬか死ぬか。ぜひね、菩薩の方を目指して頑張っていただきたいと思います。クラスチェンジ嫌だな。ありがとうございました。